まあ、着ようと思ってる体重よりも20キロオーバーなわけ今が。無理じゃんもう。お店の人なんて言ってた？痩せたら着ますって方が。ああ。へえ。勘がいいよ。指ささないで。全部ワンピース。ゆいぴーです。オカリナです。ご飯のともにいかがでしょうか。おかずクラブでーす。今回はオカリナの痩せたら着たい服コレクション。イエーイ。これはどういうものなんでしょうか。そうですね。私はですね、お洋服を買うときに痩せたら着ようと思って買う服が何着かあるんですよ。そうだよね。で、断捨離とかするたびにいろんな着てきた服とか結構簡単に捨てたりするんだけど、その痩せたら着たい服たちはどうしてもずっと可愛いから着れないままずっと取ってあるの。確かに、オカリナさんとお洋服買いに行くときにさ、結構どう考えても着れないだろうって服も、痩せたら着れるかもしれないって買ってるシーン、マジで冗談じゃなくめっちゃ見るイメージある。でしょ。うん、本当に。え、いいのそれ着れんの？毎回この間も言って着れてなかったよねって言っても、うん、あ、いいんだ買うって言って、店員さんにこれくださいって言って、店員さん苦笑いみたいな。うん、そう、入らない。でも試着室とか入んない、入んないって分かってんだからっていうのがね、よくあるんですけど、うん、でもだから逆に言うと、オカリナさんが今まで私普段見てる服ってさ、うん、結構なんかくたびれたシャツとかさ、ふざけんな着てるイメージがあるのよ。なんか YouTube だからこうやって可愛い服をね着てくれてるけど、うん、だから本当にオカリナさんが痩せてたらこういう服が着たいんだっていうのが知れてちょっと嬉しい。あ、本当、うん、なんかそれのコレクション全部見れて嬉しい。うち、ん、は今から。でもやっぱね、着てないけど大事にしてるし可愛いと思ってるから、部屋とかにもちゃんとマジで一軍のとこみたいなとこに飾ってたりとか、可愛いと思って。じゃあ早速いいですか、うん、レッツゴー。エントリーナンバー1番、これは私の部屋に飾ってある本当に痩せたら着たい服の、うん、まあ、トップに君臨すると言っても過言ではないかもしれない、服です。じゃん、ワンピースなんですけど。あ、かわいい。かわいいでしょ。あ、お母ちゃんセーラー服好きだよね。私セーラー服が見るのも着るのも好きなの。ワンピースなんだこれ。そうそう、ワンピースで、しかもこれは私がそのテレビに出たてで、今より10キロぐらい軽い時でも入らなかった服なの。だからその時に10キロ痩せたら着ようと思って買ったんだけど、それから10キロ太っちゃってるから、まあ、着ようと思ってる体重よりも20キロオーバーなわけ今が。無理じゃんもう。でもいつか着たいと思ってて、いろんな断捨離する服の中でずっと生き残ってる。でもさ、怖いよね、うん、なんかさ、着たい服とかさ、うん、なりたい体とかをさ、ポスターで貼って部屋に置いとけばさ、うん、それに近づけるっていうのを覆してるじゃん。いや、まあまあそうだね、覆してる。逆に増えちゃってるわけだからね。覆してる。だからこの子はずっと6年ぐらいうちにあるの。ああ6年もいるんだ。しかもしまわれずに今の家に来て外で飾られて。6年前とは思えないくらい品質がいいというか。いや、でしょ。だってハンガーに着てないから。そうそうなんだよ。着てないから。でもしっかり保管してるんだなっていうのが分かる。え、後ろも可愛い。可愛いでしょ。ほら。てんてんてん。しかもこれ何、うん、のなんかボタンのやつまで。そう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 。星も可愛いでしょ。え、超可愛いじゃん。可愛くない？めっちゃ可愛くて買ったんだけど。ラインがところどころに入ってて、でボタンもさ、ちゃんと水平さんみたいな。そうそうそう。そしてさ、この服のさ、金ボタン可愛い。すごい気に入ってて、ここのお店がワンピースとタイツっていうお店なの。かつて渋谷のパルコに入ってたお店なんだけど、パルコの改装に伴ってなくなったのよ。だから調べてないんだけど、多分もうないんだよね、そのお店が。どういういきさつでなくなったか分かんないけど、もしあんたが痩せてたらさ、そこで服爆買いしてさ、もしかしたらだよ、経営難じゃなかったら続いたかもしれないんだよ。確かにそう。あんたがその間に10キロまた太ってさ、で、そしてエントリーナンバー2番、いいですか。はい。じゃん、こちらですね。あ、かわいい。これも先ほどのワンピースと。え、だってセーラーじゃん。そうなの。こちらも先ほどのワンピースと同じ店、ワンピースとサイズで、その時に買ったのよ。あ、てか、じゃあその時に買ったってことは、1日に2着自分が入らない服を買ったってことで大丈夫？そう。お店の人、なんて言ってた？痩せたら来ますって方が。宣言しちゃってる。宣言して。で10キロ増やしたんでしょ。増やしちゃった。かっこよすぎる。かわいくない？これは割とちょっとシックなセーラーで。着やすそうなんか。でしょ？ちょっとね、その、なんて言うんだろう。朝チックというか。あ、本当だ、生地が薄めなのよ、生地がね。夏とかすごいなんか、吸収性も良さそうだね、なんか。かわいいでしょ？なんかスワッと着れる、かわいい。かわいいでしょ？ワンピース好きなんだね。そう、ワンピース好きなの。今日もしかして紹介するの全部ワンピース？あ、そうだね。あー。勘がいいよ。指ささないでくれ。全部ワンピース。
感がいいよ。だって私ワンピース好きなのよ。ワンピース着てる自分も好きだし、漫画のワンピースも好きだし、あ、いや、まあ、そうなんだけどそうだよね、うん、ワンピースっていいじゃん、なんか1枚でさ、なんかちゃんとして見えるし、確かに。とワンピースに絶大な信頼を置いてる。ワンピースってデザインさえ良ければね、うん、本当に確かにどこに着てってもいいもん。かわいいでしょ。これはね、そのボタンじゃなくてちゃんとここだけのちょっと本当に制服チックな感じだけど、かわいいでしょ。で次はですね、エントリーナンバー3、はい、こちらです。あ、かわいい、また違うね。なんかこれは同じ店なんだけど、え、またワンピースとタイツ。ワンピースとタイツ、これは今までの2着と違って、これはかつて入ったのよ。もともと切れてたんだ。そう、ギリギリだけど切れてたの。10キロ痩せてた頃は。なるほどね。でこれをなんかその、うん、まあ、番組名出していいのか分かんない、あのロンハーでなんかその自分の服を見せるっていうのがあって、あ、はいはいはい、その時に買ったやつなんだけど、はいはいはい、企画でね、そうそうそう、好きな服買ってきていいよって言われたから、柄かける柄のこれ可愛いなと思って買って、これはあのその時ギリギリ着れたの。確かに岡山さん柄柄好きだよね。そうそう、柄柄で今日の服も柄柄だもんね。で、そう、今日はカラスのパン屋さんね、のワンピースだから、これは10キロ痩せたら多分着れるの。なるほど、ね、15キロ痩せたら多分もうちょっとゆっくり着れる。ゆるくゆったり普通のサイズで着れるってことね、うん、という、これせっかく着れてたものも着れなくなっちゃったんだ。そうそうそう、これもお気に入りのやつです。エントリーナンバー4番こちらなんですけど、あ、かわいい、かわいいでしょ。これ、え、ちょっとなんか派手じゃね。うん、これもなんかその同じ、あのこれ4着同じ日に買ってるやつなの全部。え、4着、はい、だから言ってみたら4着中3着は着れないワンピースを買って1着入るやつ買ったの。あ、違う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 、これもかつて着れたの。あ、4着中2着着れなくて2着入るやつを買ったの。そう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 、これは、それもこれも渋谷のパルコで買った。これはちょっとどこのお店で買ったか忘れたけど、可愛いと思って買ったの、ね、めっちゃ可愛い。なんかちょっとなんかあのディズニーとかにも出てきそうな感じ、うん、なんかロンハーのその企画で買ったの。可愛いと思って。でもレトロチックな感じもあって可愛いな。かつて入ったんだけどもう入んなくなっちゃってさ、これも着れるようになりたいなっていう。だから私、かわいいのにせっかく。そう、だから私かつてのパルコに入ってるお店がすごい好きだったんだなっていう。今も、今はもうハイブランドとかになっちゃったからさ、ちょっと変わっちゃった。変わっちゃったから周りなんだけど、こういうのオカリナさんは本当だったら着たいんだね。着たいんですよ。だってさ、普段のオカリナさんってもう真っ黒のヨレヨレのさ、うん、T シャツにさ、なんか黒いズボン履いてさ、うん、でもとんでもないなんか本当に汗だくでさ。長時間そう歩いてさ、汗臭くてごめんとか言って笑ってさ、うん、ごめんね、そんなオカリナさんがこんな格好でさ、うん、なんかさっそうとさいい香りして現れたらもう私は嬉しいよ、うん、でも太っちゃったから入んないんだよ。お直ししようと思ったことはないの？やっぱこの形がやっぱ一番可愛いと思ってるから。うーん、やっぱ服ってさ大きくなるとちょっと可愛くなくなるじゃない。多分この子のベストはこの形なんだよねきっとね。うん、もっと細くても可愛いと思うけど、でもまあデザインによると思うけどね。大きくても可愛くないわけではなくて、すごく気に入ってます。エントリーナンバー5番こちらです。あ、可愛い。え、めっちゃ可愛いじゃん。これは今までの服と違って、はいはいはい、これもかつて着れたの。うーん、これはスタイリストの岩切さんが衣装として用意してくれて、はい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 、可愛くて買い取ったんだけど太って入らなくなっちゃったという。そうなんだ。じゃあもともとテレビでは着れてたんだね。そう、一回着たことがある。可愛い。いや、めっちゃいいじゃんこれ。なんか結構ね、女子会というかなんか結構パーティーとかでも着てこれそうな。なんかいや、パーティーに着るつもりはないけど、でもなんか着ててもおかしくないくらいの、うん、なんか華やかさがあるよ。可愛いでしょ。うん、可愛い。これは長袖なんだね。これ長袖、そう。これはね、確かにハロウィンの時期かなんかで用意してくれた。可愛い。これで、ね、だから黄色がちょっと入ってるんだけど。お母ちゃんヒール履けるしね、ちょっとね、うん、ちょっとだけ高いやつ履いて。可愛い。でもせっかくだったらもうちょっと着てみたら。うん、え？だってさ、あの頃からまあちょっと太ったとはいえ結構歩いてんじゃん今も、うん。もしかしたらどの程度入るか分かんないでしょ今自分でも。どのくらい頑張ればといいか分かんないんじゃない。いやでもマジで入んないと思うのよ本当に。いやでもまあでももしかしたらだよ。だって見たあれゴムとかじゃないんだよどこも。まあそこなんだよね。ゴムじゃなかったら。ゴムじゃないのよ。でもまあ自分があとどれくらい頑張ればあのワンピースが着れるのかっていうのを知るためにも、うん、いいんじゃない。明確な目標にするためにも、ね、確かにね。ちょっとずつサイズが違うからね。着てみましょうよ。うん、入んないと思うけどな。
かちゃん、うん、どうだった？着てみて5着。そうだね、うん、一応入りそうな雰囲気のこの服、はいはい、とりあえず痩せてとりあえずこれを着るっていう目標ができたかな、ね、これなんか一見私表面から見てる時着れるのかなと思ったら、うん、後ろしっかりもうしまわない、本当に1個目締めたらボタンが死んじゃうみたいな距離だね、うん、ピッてしてもでしょ、うん、多分ピッてしても結構きついと思う、だって本当にきついもん、あ、きついわこれ以上やったら、うん、昔しまってたかと思うとゾッとするよね、確かに、だいぶ太ったなっていう、はあ、すごいね、うん、でも可愛かった全部、うん、でしょ、基本腕は上がるんだね入んないの、まあ、見たことない、ね、入んないからなんかストレンジャーシングスって感じわかんないけどああいうの出てきそうな、入ってる、ね、あでもあとちょっとだったね、これだけねかつて入ってたやつはやっぱりそのなんか希望が持てる感じの、あ手応えあり、やっぱ最初から入らなかったやつもどうしようもできなかったもんね、すごい気に入ってるんだけど断捨離を何度も乗り越えてるんだけどさ、確かにちょっと入んないってレベルじゃなかったもんね、うん、でしょ、入んないでしょ、うん、腕だけ入ったって感じだったもん、うん、腕だけね、いやでもせっかくこんな似合ってるんだったらね、うん、痩せてきてほしいけどね、着たいところよ ね、今年の秋は着たいわ、あじゃあ今年の秋までに、ね、うん、マイナス10キロできるように頑張ります、うん、でも痩せなくても文句言わないでくださいそうですね、そういうなんかもうすぐ文句言ってくる人いますけど人それぞれのペースがあります、はい、ということでお母ちゃんワンピース着てみたですね、はい、はい。